速報、キンマニャーカッスルさん、ヘリエア最強 WG、クアラツヘリアに140億円のオファー、WWW、IL、待っての、によれば、そのナポリに対してニューカッスルが手を伸ばし、クアラツヘリアに対して9000万ユーロ、約140億、4000万円の移籍金を提示しているという。ただ、ナポリのアウレリオでラウレンティス会長は簡単には首を縦に振らない。2027年夏まで契約を残すクアラツヘリアに関しては売りに出すつもりはなく、交渉をしない予定とのこと。クレイジー、ナオファーがない限りは、耳を傾けない姿勢を貫いている。9000万ユーロはすでに、クレイジーだろ。W、ナポリは出したくない時は、絶対出さないからね。140億円なら、売った方がいいぞ W、ニューカッスルヘリアーの選手、荒らしまくってて草ニューカッスル様、もうやめてくださいまし。ヘリアーが崩壊してしまいます。ニューカッスル、ついに本気出してきたな。クアラツヘリア240億なら、まだ少し安い気がする。移籍金のインフレが止まらねえ W、正直こいつは、イニシウスよりも大物になるはずだから、気になるなら詰めるだけ積んで、獲得した方がいいニューカッスルは、パリ・サンジェルマンみたいに適当に、ビッグネーム取るんじゃなくてしっかり賢く補強してるから、好感持てる、ニューカッスルって堅実って、イメージだったけど、やっぱり、そんなことはなかったか W むしろ、ヘリアーにいてももったいないから、プレミアに来た方がいい基本的に、ナポリは売るつもりないらしいけど、2億ユーロのオファー来たら、さすがに売るらしい、ちょプレミアはもうニューカッスル入れて、ビッグ7だな。